ブカスグランデ島は、フィリピンのミンダナオ島北西の島。北スリガオ州にあり、自治体は、ソコロに属している。島内には14のバラン街があり、12,445ヘクタールの面積を覆う。チョークは、島の東部の湾部に位置しており、早朝には、太平洋からの日の出を見ることができる。自然に恵まれており、そほトンの海洞窟やラグーンは、人気が高い。 人口は2000年のその調査で17,932人であり、移民の多くは、レーテ州、ボホール州、南スリガオ州のカンティラン、タゴや、北スリガオ州のマイニットの出身である。この島は、バヤニハンという相互扶助の生き方の育成と実践に力を入れており、先祖の伝統を誇り、また、一人一人のそころ住民が次世代に伝え、守ることを誓っている。 かつて、この島は、果物を意味する文化と呼ばれており、最初に住み始めた住民にとって、年間を通して収穫が可能であり、多くの作物の豊かな収穫ができる場所であった、ことから名付けられたと考えられる。島内の町のそころはスペイン語の、サコロから来ており、これは、助けるを意味する。民間伝承によると、1920年のある、晴れた、日曜日の朝、 小舟に乗った教会の労働者のうち、シアルガオ島の近くから司祭が島に向かってこぎ出した。島の中心部に向かっている途中、天気が急変し雷雨が近づき天気が敵対的になった。強風によってもたらされた大きく強い波は小舟を大きく揺さぶり、乗組員はパニックに陥った。小舟に乗った仲間が声を合わせて、助けを求める中、司祭はスペイン語で、 助けを求める言葉である、サコロと叫んだ。訪問者の球場と小舟が転覆の危機にあることを知った島の勇敢な男性は、荒れ狂う自然にもかかわらず自らの乗っていた、漁業用バンカボートで危機にある小舟に向かい、新たな島への到達者を救うことができた。この行動によって、男性の恐怖を恐れぬように敬意を表し、危険な時に他人を助け、 助けを提供することに誇りを持った民衆に敬意を払う方法として、被災がこの地にそころと名付けることとなった。1917年にイエスの精神奉仕団体と呼ばれる宗教的な傾向を持つ集団が、レーテ島のマシアンからブカスグランデー植民を始めた。初期の植民者はこの団体に参加したが、1923年に団体のリーダーはローマカトリック教会から離れ、 フィリピン独立協会に参加した。激怒したダパのカトリック司祭は、スリガオの地方保安隊に対してブカスグランデ島で、当時政府に抵抗運動を行っていたコロルムの団体が政府に対する反乱を企てているとして報告した。これに対して部隊が島に送られたものの、残虐的な行動に反発した島民が報復を行った。その後、ダパから軍が送られ、 数人が殺された。1924年1月には別の戦闘が発生し、結果的に16人の兵士と40人の現地人が死亡した。後にアメリカ植民地政府が攻撃を行い、地元の戦闘員との降伏交渉を行った。これらの問題の後、ソコロの住民は、コロルムを無知、共振者、犯罪者と同様に見る近隣の街の人々の間で、 朝創の対象となった。ソコロの自治体の市長は、ダパの副市長、ソピコ、エムディゾンの援助を巧みに受けて、1961年2月22日に、カルロスピー・ガルシア大統領の大統領令、第419号の調印を受けソコロは、ブカスグランで島内全体を管轄する自治体の地位を得た。ブカスグランでの新しいリーダーの一人であるアルビノ、エル・ターックは、現地で、 タイナバンと呼ばれる、バヤニハン精神の価値を維持することを狙って、いくらかの住民と難民が結びついた組織を作った。この最初の計画は健常な男性が担いで小屋を運び、指定された道沿いに配置することで散在した家を整理し、女性が水や食料を提供して快適にするというものであった。そころ住民の協力の結果、他の村々の島の住民の誤解は解け、 最悪であった印象も徐々に良いものへと変わっていった。このような努力の結果、現在ではそころは、進歩的自治体であるという評価も見られる。設立以降の主張は以下のようになっている。ありがとうございます。